ラジオニュース種まきジャーナル、ここからは特集の時間です。今週1週間は MBS ラジオ報道の渡里沙和子記者の東日本大震災被災地からの現地リポートをお伝えしています。今日は渡里さんは被災地のどこを取材したんでしょうか。渡里さん。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。昨日今日と宮城県の気仙沼市に行っていました。私は石巻市に泊まっているんですけれども、気仙沼市は宮城県の一番北の端で、石巻からでも1時間半ぐらい車でかかるんですけれども、今回初めて気仙沼市に行きました。はい。水産業の町というイメージとか、あと、津波の後火災が起こって炎に包まれた町の映像をご覧になった方も多かったかなと思うんですけれども、町の中を歩いてみますと、魚市場を中心に海辺にずーっと水産加工業者が、並んでいたのだろうなと思われる風景なんですが、思われるというのは全部津波で大きな被害を受けましたので、シャッターであったり、それから看板があったり、でも全く営業はされていません。本当に気仙沼っていうのは、僕宮城の出身なので、石巻と本当に並んで県内の水産業のものすごく盛んなところで、水産業関連の建物がずっと昔は並んでたんですけどもね。そうなんですよね。多分というか、私は本当に初めてなので、ここで水産業が行われていたのかなという、ちょっとその本当に後を見るという感じになってしまいました。で、魚市場ではカツオをこう箱に詰めるような作業が行われていまして、氷を入れて発泡スチロールの箱に入れるというような作業だったんですが、作業している人に聞きますと、工場が被災してなくなったので、魚市場でいろんな作業をしていると、そういう会社も結構多いようです。で、街中は更地になっているところもありますし、瓦礫がまだ残っているところもあるんですが、とにかく地盤沈下がひどくて、ずっと冠水している状態なんですね。非常にもう水はけが悪いというか、ずっと水があるというような状態のところが多いです。で、その気仙沼市ですが、水産業が雇用の7割を支えていたと言われてます。しかし、今回の津波でどの会社も被災しまして、大勢の人が解雇されるということになりました。気仙沼市によりますと、水産加工業者およそ 100件あったということですが、すべて被災しまして、で、冷凍設備が完全にダメになりましたので、営業を再開できたところは、ちょっと高台にあった数社だけということで、ほぼ再開はできていないという状況です。はい。で、水産業が、町の中心ですので、それがダメになると周辺のお店とか全ての業種に影響が出てくるということになってしまいます。で、昨日この気仙沼市で被災者のための就職面接会というのが開かれました。これは宮城県とハローワークが主催したんですけれども、いろんな会社が参加していました。製造業からタクシー会社、バス会社、警備会社、医療法人、薬局、コンビニエンスストアのチェーンなど31社が参加しました。で、興味深かったのは、コンビニエンスストアっていうのは、仮設住宅にコンビニの店舗を開くので、その店長を募集しますとか、そういうようなビラを置いてたりしました。で、どの会社も、被災者を積極的に雇用したいということで手を挙げて参加した会社なんですが、水産加工業は1社だけでした。まだやはり人を雇用するという状況にはなっていないようです。はい。で、面接会は午後1時からだったんですが、早くに来られていた人もいたので、いろいろ話を聞くことができました。水産加工業の仕事をしていた人が多いのかなと思いましたら、本当にいろんな業種の、元いろんな業種をされてた方が来ていました。で、まずはビデオ店で販売の仕事をしていた47歳の男性の声をお聞きください。
かろうじて津波の被害は免れたんですけども、うちの店舗あったその周りが津波の被害に遭ってしまって、閉鎖になってしまって、それで解雇ということで。どんなお仕事をお探しですか？できれば販売の方なんですけども、業種にこだわらなくても何社か話だけでも聞いてみたいなと思って。どうしてもやっぱ年齢とかそういった感じでやっぱり引っかかるっていうか、この方まあ47歳という年齢をまあ気にされていて、でも子供さんが高校生なので、やはりお金がかかる時期だと、だからなんとか早く見つけたいんだけれどもなというふうにおっしゃっていました。はい。で、まあ、瓦礫撤去などの仕事も考えたそうなんですが、まあ、短期なので、やっぱり腰を落ち着けてできる仕事を探したいということで来られていました。それから次は、もう少し若い40歳の男性です。その声をお聞きください。この前は、その、老人ホームの方で、事務のパートの仕事やってたんですね。その建物は一応残りましたけど、やっぱり、利用者の、お年寄りの人たちもやっぱりこう家族のとかに引き取られたりとかしてバラバラになりましたし、これであとまた再建するのも、まあ、いつになるか目処つかないんで、とりあえずそこまでってことでっていう話で、はい。まあ、自宅から通勤できるところでどっかないかなと思って、結局足がないもんですから、車もやられましたし、電車とかも今ないもんで。近藤さん、深刻な感じが伝わってきますね。そうですね。本当にこう仕事を探したいけれどもですね、こうなかなか仕事がやりたい仕事が見つからないと、やりたいと言いますか、その自分が今できる仕事が見つからないということで、厳しい現実が本当に伝わってきますよね。はい。私は家の近くで探したいという方が非常に多いので、それはちょっと、まあ、もう少し条件を広げてもいいんじゃないのかなと思ってたんですけれども、やはり皆さん車がないんですね。津波で車を流されてしまって、はい、で、まだ買えていないと。ということで、で、電車もないし、だから、まあ、自転車で行けるところとか、地元でということなんですよね。そういう、まあ、車が流されてしまったということを、まあ、改めていろんなお話を聞きながら思いました。それで気仙沼市のこの7月の有効求人倍率というのが 0.33 と宮城県で最低なんですね。 0.33 ですか。はい。もう全国の数字と比べると本当に低いということになるんですけれども、でハローワークの登録者が震災の前のだいたい10倍ぐらいに増えてるんじゃないかとハローワークの方おっしゃってたんですけれども。10倍ですか。もう本当にたくさんの方々がハローワークに登録されてるということですね。はい、そうですね。ですから本当にまあ深刻なんだなと思いまして、で、まあ、今回 の、 その就職面接会にも大勢の方が職を求めてやって来られるのかなと思って、まあ、待っていたんです、会場で。ところが、実際面接会が始まってみるとちょっと私はびっくりしてしまいました。はい。というのは最初ハローワークから、まあ、ブースをこういうふうに回ってくださいとかいろんな説明がありまして、じゃあ皆さんどうぞブースを回ってくださいとこうアナウンスがされるんです。でその時に今私は学生の就職面接会みたいな感じでわーっとこう皆さんブースの方に行かれるのかなと思いましたら、誰一人動かないんです。そのままずっと待ってるんですか。はい。でずっと求人の内容をこう配られてますので、求人の内容をご覧になってたりとか、なんかちょっと隣の人と喋ったりとかっていうことで、全然ブースの方に行かれないんですね。で、東北の人は奥ゆかしいのかな、ちょっとなんか私の感覚ではちょっと考えられないなと思いながら見ていたんです。で、そのうち、まあ、バラバラと面接ブースに行かれるんですけれども、それでもやっぱり少なくて、そのうちハローワークの人が、皆さんせっかくの機会ですから、もっと積極的にブースを回ってくださいとかっていうアナウンスをしたりなどして、
ちょっと意外ですよね。なんかあんまり切迫した感じっていうのがないようにも受け取れますけどね。そうなんですよね。もっと切羽詰まってるんじゃないのかなと非常に意外に思いました。で、参加者はですね、主催のハローワークの予想を大きく下回りまして、結局70人という、本来200人の想定だったんですね、はあ、で、まあハローワークの登録者も非常に多いですから、まあ200人ぐらいということで考えていたら70人しか来なかったと。31の会社、まあうん、ごめんなさい、31の会社が参加している会場で、参加 している求職者の数が70人ということは、1社あたり2人ぐらいの割合でしか参加してないということですね。そうなんです。で、ブースを見てますと、多分こう、まあ、31ブースがあるわけですけど、喋、うん、ってるブースっていうのが、そうですね、4つか5つぐらいでしょうか。あと皆さん手持ち無沙汰でずっと待っておられる。せっかくね、企業としては被災者を雇用したいということで参加したわけなんですが、本当にじーっと待ってるっていう状態が続いていて、ちょっと気の毒なぐらいでした。うん、